クジラクジラ。なんだね。佐久間大介が導いているスノーマンじゃん。いるね。その中に佐久間大介も一目置く向井浩人じゃん。一目置くってどういうこと？一目な。ああ、一目置くね。その向井浩人が自ら性癖をカミングアウトしたんだよ。どうして？カミングアウトすることで同じ性癖の人もファンにしたかったんだろうよ。向井浩人は女王様も驚くほどのド M なのよ。女王様も？この前ダウンタウンデラックスにピンで出ていただろ。うん、見たよ。その時に浜田に頭を叩かれたんだけどさ、うん、それが嬉しかったって言っているんだよ。そうなの？でさ、その時の映像を再確認したらさ、うん、浜田に叩かれた後に射精しているや。嘘でしょ。体が一瞬硬直した後に喜びに溢れる表情を見せたんだよ。変態だね。ド M の M は向井の M だからな。